サイバーショット携帯 W61S はソニーエリクソンモバイルコミュニケーションズが日本国内向けに開発した au ブランドを展開する KDDI 及び沖縄セルラー電話の CDMA1XWIN 対応携帯電話。サイバーショット携帯と銘打った携帯電話で先行して発売する NTT ドコモ向けの SO905X がほぼ同等の機種である。 au 向け携帯電話のカメラ機能としては、初めての高額3倍ズームや、顔検出オートフォーカスが採用された。同じソニーエリクソンの W54S と、同じく au の新プラットフォーム、KCP を採用し、高速通信規格 EV、DoLev A 等に対応している。兄弟機 SO905X との相違点また、SO905X は、カメラのレンズカバーの開閉で、 カメラ機能の起動や終了が可能だが、W61S では自動レンズカバーを備え、カメラ起動や終了操作に連動して自動でレンズカバーが開閉する。相証名が付与された端末に専用デザインの外箱、持ち帰り用袋を用意するというのは au ではよく見られるケースではあるが、本機種も同様に外箱、持ち帰り用袋は au の標準デザインではなく、 本家サイバーショットの外箱デザインに似せた本、機種専用のデザインとなっている。ほか、ありがとうございます。